天気予報の後ろにいる人。顔丸ってんの。はーい。いや、かぶってん。大丈夫です。そのネタもやったやろ、一回。そのネタも一回。フラケン、転がしチャレンジ。転がしチャレンジをやっていこうと思うんですけど、おっとか言ってますけど、転がし分かります？あ、知りません。どうぞ。ごめんなさい。転がしっていうのは、例えば一人休みに1000円分かけます、うん、でそれが当たって、じゃあ2000円になったとします。じゃあ2レース目に当たった分全部かけて、あ、でまたそれを増やしていくっていう、こう転がしながら、うん、なるほど、ゆくだるま方式で。それお金にならなかったら次のレースは外れたらゼロになるんで終わっちゃうんですけど、うん、これ何転がしいけそうですか。あ、何転がしつながるまで終われないとか。あ、そうそう、あ、そういうことか。終われないというか、かお金が尽きるまでです。じゃあもう1回目が勝負じゃんね。じゃあ1転がしで。あれ。で今日は2人で一緒にやってみてます、この転がしチャレンジは。一緒に4転でじゃあ。一緒に4転でいく。はい、うん、3000円でいきましょうか。3000円で。で、失敗は3回まで。はい、3回もいいんだ。1転目だけ。でも3クロ目で失敗したらまた1クロ目。あ、やだー。でじゃなくて騎士面。これは罰ゲームいくよ。恥ずかし写真大放出は。あ、フォルダの。なるほど、うん、フォルダの。そういうのいいね。罰ゲームは恥ずかし写真を大暴露ということで。はい、はい、ということでやっていきましょう。はい、はい、チャンネル登録お願いします。琵琶湖6レース攻めるね。3000円分ですね。3000以下は転がしにはならん。あ、そっか、ガミったらいけない。ガミったらさすがにそれは1コロとして認められませんので。え、なんだけど、え、あんまり4ってあれなんだよ。もっと私も4入れたいなと思ったけど、ね、124とか買う。そうだね、16入れたいって言ったよね。1213がやっぱ売れてます。その次にもう16とか来てますね。うん、全6点買いました。パチ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 。1コロ目ですね。はい、まずはまあ人気どころも抑えて、一番人気126、はい、124とかそこら辺まあ買いました。全部ほとんど1頭です。ほいで、なんか6が売れてたんで6も絡めつつ、 P ちゃんが3頭1個買ってくれました。314、これ来たらマーシューです。ほら、これがもし入ったらオープニング取り直します。満州企画にします。なんで一番人気カットンってなるけ。確かに。これは私のプライベート枠ということで。前半レースはインディゲ、まあ、とりあえず1頭6等艇の茅原ゆうき。昨日1回戦は豪快な逆転勝ちでした。1か3頭しかないですね。1番7番3番ダッシュ4番5番6番でスタートしました。3いってる。3コースから外4艇が上手にスタートを切りました。しかしほぼ横一線回シーンマーク。3号艇大見が回る。いや、1だ。1号艇中島が受け止めた。若干の内回転。2号艇赤岩が差し反動ではありますが、バックスに対して1、2、3トップラスは1号艇中島、2号艇赤岩、1、2、6も1、2、6ある。あるよね、これね。1番人気って言ってましたもんね。1、2、6か1番人気は。1、2、6でお願い。でも今のところ1、2、3、いや3が結構、1結構、2号艇赤いわ、3号艇大見がここでほとんど1、2、3か1、2、6です。1、注目は2番手か。でも3結構詰まってるんで、安心してよろしい。1コロ、1コロ、1コロで、あ、1、2、6になった。お、1、2、6が一番安いけど、まあ9点なんだ。あ、いや、3の方が安い、これ6の方が安い。本当やん、500円で買ってたら4500円。先頭は1番手1号艇中島航平、2番手は2号艇中井吉夫、3番手は6号艇茅原祐希、担当3番手が宇治から4番手から3号艇中井大見、1番3号艇大見、さあ6番3番はまだ同体。最終ターンまでの旋回、先頭1号艇中島、2番手は2号艇赤井、よいしょ、3番手は茅原祐希、うわ、3番6番土壇場と並んでどっちか前か、まもなくゴール。1、2、3が1番、1、3、6じゃなかった。1、2、3、さっきは3だ、3じゃ3、あ、イエーイ。まあ、まあ成功ですもんね。ガミってはない、1000円ぐらいプラスです。1、2、3、1、2、3取りました。
4300円分次はナルトの10です。で4300円以上になるようにかけていかないといけないです。展示タイム的には、2番が一番いいですね。一番人気は13ですね。135か。そうか、800円にしてもう3頭とか200円かけて135。あー、あり。はい、125、135、3頭、315、356、123、153、152です。1が硬いんだよね。成績順にもうシンプルに素直にいきました。 3の人が A2 で、5の人は A1、 6、5って A1 だったんで、まあ、そこら辺絡めつつランクシーンライト。頑張って、とりあえず1位を、ね、3進入院からスタートは行ってる、しっかり1位を折り込、1位折り込、フライングだけはやめて。石川センター3号艇の松田、いいスタートを切りました。アウトコースから6号艇が来てる。うわ、嘘、それだけは。いやいやいや、いいよ。いや、大丈夫大丈夫。手と内から2号艇が、何がある、何がある、13だね、13だね。13の後は何、6はちょっと、136はないの。いやでもね、1346、相当では一定審査の後は正常でした。1、3はもう5しかない。嘘、うわ、もう5、16は5、ドベや、ドベ、6入れてないんです。1、2号艇の山田、スタートの体制です。5への信頼が良かったって。5への信頼が良かった。5号艇の寺島と5号艇大橋、2周にマーク、小さく待ってくる2号艇の山田、外と6号艇の伊藤が握ってかわす。1番、ね、マジ無理、6番の体制です。4番手、2号艇の山田、5号艇の寺島と、めっちゃ対応力がよくない？すぐ仲間を見捨てるタイプ。しかも可愛い、なんかちょっと肩上げて。じゃあ、やってみます。吉川ゴリ、仕込みです。松田、6番の伊藤ゴリということで、ナルト11レース2個の目失敗です。ということで、振り出しに戻ります。4来たらもう来るけど、145、じゃあだから峰さんの3着付けとかですね。峰抜き、峰さん3着でも美味しいんで、これ1なんとか3ってことね。1、4、3入れたっけ。4、3は結構もうこまごま、まばらですが、3頭、3、1、4、3、4、5、1頭、それ以外はもう1頭です。1、3、4、1、3、5、1、2、3、1、3、5、あ、間違えた、1、5、3、1、4、3、1、3、2。まあ、なんだってこのレースは3号艇に峰竜太さんがいらっしゃるので、まあ、3はちょっと切りづらいなということなんですけど、 あんまり3買ってないね、3頭。ほんとだ、え、ほんとだ、こんなんやったっけ。まあまあ、何が来るか分かんないのがボートレス。2回目のチャレンジです。一発目、1コロ目、振り出しに戻りやすいよ、まだ1コロ目やけん、うん。ご行きますよ、大塚康政。みねさん、たまには休みましょうよ。今日この1回乗りに全力、6号艇、ね、沢崎2着ぐらいでって、はい、番たまには4番、頑張りすぎないのも、いや、スタートはいい、横並び、4も結構いってますし、2が結構いったんで、意外といいんじゃん。あー、やー、上手、やっぱり上手、上手。3、1、4、向こう正面、3号艇の峰、アウトから1号艇の安田、スタートは前提、正常コースでは3号艇の峰裕太、1号艇の安田正彦、最初の本挑戦コース、先頭争いは3号艇の峰が前、1号艇の安田は金さんの2番手、3番手に6号艇の沢崎続いて、レースは2周目です。いや、まだある、まだある、まだある。先頭はこう無理したし、絶対向こう正面へ、こう刺せば、1号艇の安田最高2番手、3番手の6号艇の沢崎、その外は4号艇の宇佐美、さあ3番手が競り合い、先頭は3号艇の峰竜太、はい、もちろん予選トップ通過、2番手は1号艇の安田最高、さあ3番手、6番手、4番手でホームラン、あー見て、いや待って、めっちゃギリギリ浮くかもしれない。1番五輪、6番と4番が先手の五輪、五輪。いやでも今のはさ、外したわけじゃないよね、惜しかったもんだって。いや外れじゃない、これマジニアミス、ニアミスだ。リアコ行きましょうか。むしろということで、2回目のチャレンジ、1コロ目で失敗、ディ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 、ラストチャレンジです。
ザクイズショー絶対なんかあった時助けたくないよね一番最初に見せる一生困らせないよねだけでこうやって手ついてたらピッて外すもうこうするよ最後4000円にしていいですよ、ね、スタートから4000円からどこだっけ宮島モーターは4が良さそうですよ折り点出てますよいいですねでもなんか珍しくて本当に真剣に考えててしかとはされるけど一転がし目宮島9レース回目予想3回目ですねラストチャレンジはい、143、123、134、124ここの4つはもう大人気のやつです、うんほいで3頭341342と4頭413いきました1か3か4か4は折り点が良かったっていう噂を小耳に挟みましたので413さあ行きました第9レース新横手線インコースから平見オーバーズレいやスタートは揃ってますね揃ったむしろ1位4号もいいやばい4号すごい5個も入れてないよ5個も入れてないからねよっえまだあるお願い伸びるから1がえこれ1位だったら3着何が走ってますか1、2、4、3うわよかった続いてやってきてスタートは正常です1周にマーク先より2号艇オーバー1号艇差し替え平見で後ろは握った4号艇内から5号艇6号艇3号艇旋回しました2、1、4できてますね今3艇進抜けて2号艇オーバーヒロタカ2番手は1号艇2号艇オーバーヒロタカトップで3勝1マーク流れの2番手は1号艇人気の平見正彦3番手単独の4号艇大久保慎第9レース先頭2番ゴール1番ゴール2、1、4 4番3番ゴールトゥルルルルルかわいやったもんね4転がしチャレンジ失敗ピエン罰ゲームは恥ずかしさ写真を大放出っていうことでツイッターのアカウントにあります恥ずかし写真はいっぱいあるんですけどということでどうでした転がし結構今日は真剣に考えてる感じでしたけどなんか同じレース場で転がせるんだったらまだ掴めるかもおおなるほど一勝3敗はい次はまたやりましょうこれ3転がしぐらいでできたらああ、ね、3転がしということで転がしにお付き合いくださった皆さんありがとうございました、ボートは転がしても人は転がさないようにお願いしますボートは転がさんですチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますまた見てねー